翔吾くん、こんにちは。翔吾くんもインターネットなんてするんだね。いつもシンさんに頼ってばかりいたから、これからはちょっとでも自立しようと思って今いっぱい勉強してるんだよ。てへっ。自分でホームページ管理できるようになりたいんだ。それでホームページの内容も今より充実させて、もっとこう普通でもあって特別でもあるっていうか、ありふれてるのに必要な人には意味のある、そうだ、ちはやマップなんてどうかな。その地図にはもちろん可愛いお花屋さんの紹介でしょ。それでちはやで観察できる植物の種類と場所とか、記念樹はもちろん植栽から雑草まで。そう、例えば翔吾くん、春の七草も秋の七草も知らないでしょ。春の七草、秋の七草、てへへー、教えない。ちはやマップができたら自分で見てみてね。詳しい解説とちはやで採取できる場所を紹介するから。てへへ。それじゃ翔吾くん、誘われたよね。いつ？はあ、よかった。お姉ちゃんってさ、しっかりしてるみたいに振る舞ってるけど、本当は全然ダメなんだ。遠慮っぽいんだよ。特別の日なんだから、もう誰かと約束しちゃってるに決まってるよとか言っちゃって。だから私が念を押しておいたの。どうせ誘うなら絶対翔吾くんの誕生日、それしかないよって。うん、翔吾くんのお誕生日だから。うん、9月14日を。聞いたんだけど、間違ってるの？そう、よかった。翔吾くん、じゃあね、バイバイ。君も大人になったのかな？私じゃダメかな。翔吾くん、私と行くっていうのはダメ？君も変わったんだね。じゃあ公開日当日がいいな。土曜日だし、一日も早く見たいから。翔吾の誕生日のお手に入れたんだ。頑張っちゃったぞ。大人で
コーヒーはブラックで変わっちゃってて、昔の君でないからタモルにはちーっとも興味ない。そういうこと。ありがとう、ショウゴくん。ほら、君は忘れちゃったかもしれないけど、昔ショウゴに誕生日プレゼントもらって。私、楽しみにして待ってる。私の方は何もあげてないでしょ。それっきりだったから、ずっと気になってたんだよね、あれのお返し。9月14日。お次はノーサンキューってやってみな。ちゃうちゃう、俺はグッドラックだ、教えたろ。どこ、ノーサンキューだよ、ほら。なんだ翔吾、俺今ちょうどバイトから戻ったとこだぞ。どうだ、俺には聞こえなかったぞ。な、どうもや。新しい絵がお気に入りでウキウキなんだよ。ところで何しに来たんだ。何を。物理学じゃねえよ。それともや、取ってこい。
欲しい。まだ犬には負けてないようだな。おい、梅の内陽介にしろよ。俺、生のタモリが見てみたい。はい、まんぷく TV、タモルの公式です。いや、タモル、今日のゲストは、梅内陽介さんです。いや、梅内陽介、なに、新しい映画の撮影、好調なんてね。いいね。いや、人気者。すごいね。お客さんの反応が違うね。梅の内陽介だと。ああ。お、あったかまえ。だから、俺は怪しいと睨んでたんだよ。デートなんだって、かなたさんのバイクで。
俺は前からそうじゃないかって思ってたぜ。え？かなり前からそんな気がしてた。